こんにちは。前回はネクロードに対する作戦を立てているとこなんですが、何にもなんか決まらなかったみたいなんですよね。はい。で、一晩経って起きてきたところです。今日は早かったな。あとはジェスとハウザーだけだな。なになになに、グスタフ様大変です。ジェス様が？ジェスは別にいいよ。騒々しい、何事だ。ジェス様が兵を出陣させています。何してんの、ほんと。なんだと、どういうこと、どういうこと、どういうこと。クラウス、なんで黙ってんだろう。作戦ってこと？え、どういうことよ。何が起きてるんですか。え、これは何事だ。ジェス殿、こちらから撃って出ます。死者の群れはネクロードの術によって操られています。ならばネクロードを倒せば敵は一気に壊滅します。いや、そうだけど、ネクロードの居場所が分かっているのか。もちろんだ。かねてより同盟軍再結成のためあちこちにスパイを放っていたんだ。王国軍に捕まり命を落とした者も多かったが、みんな身内のために戦ってくれた。その中の一人がネクロードの居場所を調べ出してくれた。それが間違っていたらどうするんだ。我がミューズに忠誠を尽くしてくれた男が死をかけて伝えてくれた情報だ。間違っているはずがない。相変わらずだな、この性格。バカ野郎、そんなの当てになるか。ハウザー、出陣の合図を。全軍これより出陣。狙いはネクロードのみ。ハウザー殿、この作戦が危険な賭けであることぐらい分かっているはずだ。お前はいいんか、本当に。だが命令を違えるわけにはいかない。ちょっとは考えなよ。あいつ頭おかしいぞ。何故にそこまで、ハウザー殿。俺はミューズの軍人だ。アナベル様が存命しておらず、次の主張が決まらない以上、ジェス殿が主張代行となるのがミューズの方だ。いや、フィッチャーだろ。ミューズが失われない限り、ミューズの方もまた失われない。軍人は市場で行動すべきではない。立派だけど、それは。戦いが命のやりとりである以上、俺は法以外の理由で軍人として行動することはない。それがあなたの命を奪う結果になってもですか。そうだ。どうすんの？ジェス殿も早まったことを、グスタフがすごいまともに見えてくるわ。5000の兵力だけではネクロドの軍勢を突破できません。こうなった以上我々も出陣すべきでしょう。だがジェスの言う情報が間違っていたらどうする。ジェス殿が敗れたらネクロードは新たに5000の死者の兵団を得ることになる。そうなれば我々に勝ち目はない。うわぁ、ジェス殿の賭けに乗るしかありません。むざむざハウザー殿を死なせるわけにはいかん。レオ殿、我々は軍を率いてジェス殿の後を追います。あなたはこの地に留まり、ティントの守りを固めてください。ビクトールさん、レオ殿を頼みます。死ぬ気かよ。その気はありませんが、ミューズの兵士たちを我々が見殺しにしたとなれば、プリングにとって痛手です。よーし、こういう、俺たちも行くぞ。へい、兄貴。こんなたくさんの命危険にさらして、あいつもう許せねえ。
許せねえぞ。ちくそ、ジェスの言ってた情報が正しいことを願うしかないな。そんな、どうしたらいい？本当だよ。あれでも今2人しかいないよな。みんなどこ行ったの？またイベント待ちかな。いやー、しかし本当もうさ、あいつのこの、あの勝手な行動のせいでなんでこんな振り回されなきゃいけないんすか。マジで。なんなん？一生懸命なのはわかるけどさ。どうしたらいいんだろう。ドロロしてみます。あ、なんだなんだなんだ。ねえねえねえ、どうしたの、どうしたの。入り口行っても何も起きないと思ったら、なんでも落盤があったらしいんだ。それで何人か中に入ったんだが誰も帰ってこないのさ。ガスでも出たんだろうか。帰ってこないってのが気になるね。行ってみようレオ。え、二人で？え、二人で行くの？勝手に行っちゃっていいんかな。大丈夫なんだろうか。あんな死体の寄せ集め敵じゃないさ。仕事仕事、正しい行動を作ることになってるからね。早いところ行って始めないと。あ、行けちゃうよ。二人で？みんないない、みんないないっけ。ねえ、誰か一緒に行こうよ。あ、そういないんだ誰も。え、じゃあちょっと行ってみますか。メンバー編成の意味なし。行こう。勝手にいいんだろうか。暗い、もしかして。あ、でも明かりあるか。敵出るんかな。おー、俺もアダリーさんだ。いい仕事してますねあの人。あ、戻ってます。待って待ってくれ待ってくれ。結構深いな。二人しかいないんだけど、どんな感じ？どこにあったんだろう落盤事故なんて。ん？あ、いけるか。お、闇のマント。勝手に入って宝を盗んでいくという。あれは？あ、あれ？あれ？ハンターネクロード？だよね。なぜこんなところに？ティントの地下にはいくつもの坑道が掘られている。その一つを使ってここまで来たのだよ。やばい、二人しかいない。ジェスとかいう小僧がミューズの元兵士を集めていたのでね。何人かスパイを紛れ込ませたのさ。うわ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 。ちょっと脅して。金を与えれば簡単に協力してくれましたよ。まさに人間とは薄汚い生き物です。死体にならねば真の価値は出ませんね。ええ、じゃあまさかあなたは確かプリン軍のリーダーでよ。我が死者の軍勢の一員に加えてあげますよ。いやいや、そんなことはさせない。まさかすぎる、まさかすぎる。やべえ、守備にするか食らわすか悩む。え、勝てんのかなこれ。勝てんだけど、負けいべ。攻撃するだけするかじゃ。南なんだっけ。あ、そっか、流星だけだ。当たんない？あ、これまた効かないやつもしかして。あ、そうだ、精神剣ないわ。
そう、もう何でも倒せる気でいたけど、そうだよな、そうだよな。あー、なんだよ変態、ダメだこれ。ビクトールいないと勝てないから、巨大攻撃しよう。ナナミがサボると、そして回復した。ナナミばっかり狙ってくる、やっぱりあいつ。おいおいおい、任せに。いや、当たんないね。ねえ私も吸っていいんだよネクロードさん、あ、終わった。やりますね。しかしこんなところで手間取っているわけにはいきません。そろそろ気づくはずですからね。我が紋章の力をお見せしましょう。100人の血が必要な魔法ですからね。ありがたく思ってくださいよ。あー、我が月の紋章よ。100人の血と100人の命を捧げん。いざ、至れ、青き月の呪いよ。かの敵をターン。逃げよう、レオ。もう遅いわ。命ある者が、この呪いを逃れることはできん。あれ？やだ、ダメ！なんだと？我が呪いを弾くとは。あれ、それ紋章の力？これは真の紋章の力か。逃げようレオ、逃がすな。わわわわわ、あー、こっち。怖いよどうしよう。よかった、変な呪い受けなくて。もう街に来ちゃうよね。でもじゃあ、あれだ、あ、嘘？嘘嘘嘘嘘、え、逃げなきゃ逃げなきゃ。レオ行くよ、レオ。え、あたし、どうしたのレオ。出てくる。レオ大丈夫だよ、大丈夫だよ。絶対お姉ちゃんが守ってあげるからね。すごい、ナナミ。デミューズか、ゾイ。また力が、急がないと。あ、ピリカが可愛いこと、可愛い格好してる。ゾーイお兄ちゃん、大丈夫？苦しいの？可愛い。大丈夫だよ、ピリカ。僕は大丈夫だ。ゾーイ。大丈夫だから、レオ。大丈夫だから、大丈夫だから。ねえねえねえ、目を開けて。ん？気がついたみたいだぞ。本当？本当？ああ。ここは？ここはティントの南のクロムの村だ。あ、そこまで運んでくれたんかな、ナミ。重かったろうに。二日も眠ったままだったんだから。レオ殿が無事なのは何よりだ。しかし、俺たちのティントは、ネクロ殿の手に落ちてしまった。撃って出た軍も散々だったようだぜ。クラウスとリドリーはなんとか逃げ出せたみたいだが、ジェスとハウザーは行方知れずだ。うわぁ。そして、俺の娘も、
リリーも行方不明に。うわぁ。リリー危ないぞ、絶対。うわぁ。私大丈夫か？なんだか急に慌ただしくなったな、本当に。でもリドリーさんとか無事なんだ。でもティント。あ、あれ、なんかいる。ルーナさんもいる。ティントが落ちて多くの方がこちらにいらっしゃってますよ。すいません、お邪魔してます。あ、親父さんありがとうございます。ティントがあのようなことに。すぐ支度ありがとうございます。体はもう大丈夫ですか？優しい。何よりレオナが無事でよかった。レオナさんなんでいいんだ？あ、転生ができるんだ。ちょっと後でやる？全然さ、あのメンバーでネクロードと戦わなかったんだけど。これからだろうか。おい、ティントが化け物どもの手に落ちたってのは本当か？あのね、東の鉱山にこっそり、あ、その東の鉱山もちょっと気になってるんですけどね。あれ、ここ出口だっけ？どういう風に回るんだろう。私どっか出てきた、こっから出てきたっけ。あ、そうだそうだ。しかしどうするんだこれから。なんだよ、あの化け物どもが。あんなのに俺たちのティントが。ゾンビどもはいずれこの村にもやってくるのかな。そんなことになったら、いやー本当だよな。レオナさんここにいるってことはさ、今本拠地戻れないってこと？そうかもしれん。ね、どうしたらいいんだろう。とりあえず光る玉あるか見たいけど、それは我慢して。奴ら無事だといいが。そうだよな、こういうとかも無事かな。お前相変わらずやる気ないな。どうしたらいいんだ。宿屋に誰かいたりはしてないか。どうしたもんかね。で、あれ、やっぱ出てきた。久しぶりです、ビクトール。レオ殿も久しぶり。カーンじゃねえか。お前もネクロード追ってか。まあそういうことになりますかね。いや、ネクロードの魂を封じる方法を追ってというのが正確です。魂を封じる。私が結界を作り、あなたが精神圏でネクロードの体を砕いても、魂を封じなければ、再生するかもしれないことが分かりましたから。その方法ってのは？方法というか、その力を持つ相手を見つけました。その方もネクロードを追っていて、今は孤高の村にいます。誰だ？私もその後追ってきたんですが、ティントがネクロードに落とされたと聞き、あなたたちがいるかもしれないと思ってここまで来ました。よし、まずはその力を持っている相手とやらに会いに行こうぜ。ええ、
ただし気難しい相手らしいからくれぐれも怒らせないでください。え、ちょっと自信ない、ビクトリーいるから。ここの村ならここを出て南に行けばすぐのはずです。レオ、ゾンビどもをいくら倒してもネクロードがいる限りすぐに蘇る。今はカーンの言う相手に会いに行こう。あー、カーンが入っちゃった。あ、同行者かパーティーか。同行者に入ってもらうかだ。じゃあお願いします。じゃあまずここの村に行けばいいってことね。とりあえずじゃあパーティー戻そうかな。レオナさん、レオナさん、はい、パーティー戻しました。というわけでここの村の方だよね。行ってみよう。誰なんだろうか。ちなみにさ、使えない？あ、使えるっちゃ使えるよね。転生しやすくわざとレオナさん配置してくれてるってことかな。まあいいや、とりあえず徒歩で行っちゃおう。近いし、多分ここもさ行くと思うんですよね。あ、こことあれ、ティントの町人の行動がつながってるってこと。どうなんだろう。かわいい3人とも。なんか最近ボナパルト可愛くて。ゾンビの手に落ちたって言うじゃねえか。お前も奴らの仲間なんだろう。そうだそうだ、だいたいここで何をしてるんだ。一日中宿の部屋にこもりっきりで。なんだなんだ、やい、なんとか言いやがれ。あ、待て待て、何事だってんだ。ビクトール、カーンさんにちょっと説得していただきたいんですけど。どきやがれ、このアマは奴らの仲間なんだよ。アマ？そうだそうだ、この青白い顔の女は怪しすぎるぜ。あ、やばい、怒ってるっしょ。青白い顔の女？やめろ、大人げないぞ。こんな少女、少女？やばい、ビクトル、お前喋るな。わらを誰だと思っておるのじゃ。オンシラなどわらわから見ればひよこ同然じゃ。はははは、オンシラが騒ぐから眠りを妨げられたわ。その償いはしてもらうぞ。え、うわー、おい、街中でなんだ。眠いんか。まったく、ただでさえ寝不足だというのに。カーン、もしかしてこいつが。こいつって呼ばぬんじゃダメ。そうです、カーンさんお願いします。シエラ様ですね。なんじゃオンシラは。わらわは眠いのじゃ。ようなら手短にな。私はネクロードを追っているマリー家の者です。ほう、ヴァンパイアハンターか。人間のくせに物好きな奴らじゃ。シエラ様もネクロードを追っておられるのでしょう。はあ、そうなんだ。あやつめの盗み去った月の紋章を取り戻さねばならぬからの。しかし力を合わせるというわけにはいかぬ。人間なぞただの足手まといじゃ。もともとはシエラのものなんだ。よく言うものだ、吸血鬼。ちょっと精神剣も生意気だからな。やばいな。恩師は精神剣、なぜこのようなところに。これも知り合い？何腐れ縁があってな。しかしお前まで人の里に降りているとはな。すでに隠居したと思っていたぞ。
人に使われる剣などに身を操している恩師に言われとうないわ。シエラ様、ぜひ我々にお力をお貸しください。やばいな、精神剣ビクトール対カーンじゃちょっとカーン頑張っては無理そうだな。ふむ、ならば試してくれよう。恩師らが足手まといにならぬと分かれば共に連れて行ってやるぞよ。どうするレオ、戦うってこと？分かったけど、対ネクロードパーティーなんだけどいいかなちょっと違ったな、これ戦うんか。そうか、この次がネクロードか。まあいいけどさ、分かったよ。勇気のある子供じゃん。うわー、シエラだ。よし、何しよう。守ろう。守護神して戦うで、この女の子たち一緒に攻撃があるんですよ。美少女攻撃、こんな少女対少女だけど、真の少女の力見せようじゃん。見えてるけど大丈夫あれえっ、あ、やっぱ吸血鬼なんだ。うわー、すごい攻撃の仕方が。ミリがやばいけど、誰で回復するかな。ナナミでもいいか。いや、ナナミ攻撃した方が強いんだよな。これ使っちゃおうか。ないけど、戦う、久々にやろう。あ、そっか、戦闘中1回のみならやまねずに。エンガールはそうだ、これだと戦う。カラクリ人形消しかける。あれ、これカラクリまでなくても使える。やってみよう。なるか。ノックダウンだ、しかも。ごめんね、逆に怒らせそうだな。いけ、ボナバルト。あこんな眠いのに、あ、すごい強い、ボナバルト強い。あ、かわいい。あ、何あの姿。あの吸血鬼の姿は珍しいね、かわいいわ。かわいいな人間のくせにここまでやるとはの。恩師、名前は？レオ、よろしい。恩師はわらわの第一の。どういうこと、どういうこと、使えなきゃいけないんですか、あんたに。ありがとう。ありがとう。さあ、ネクロードの元へ案内せい。とにかくクラブの村に戻ろう。へえ、あ、雷鳴の紋章持ってるよ。闇の紋章なんだ。へえ、じゃあ同行者でお願いします。よし、みんな逃げちゃったな。おい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 、さあ踊りましょうか。シエラがなんかめちゃくちゃ可愛いんだけど、めちゃ偉そうだけど、
あのなんとか座っていう口調のキャラ結構好きなんで。いい感じですね、シエラちゃん。ちゃんっていうあれじゃないのかな、年じゃないのかな多分だってあの姿は吸血鬼ってことですもんね。よくネクロのあれから盗んだってことなんだ。カレオ殿、どうしたどうしたどうした、なになになに、こちらの方は、ああ、こいつは、私はシエラと申します。旅の途中だったのですが、女の一人旅、同席者に襲われていたところをこちらの方々にお助けいただいたのです。どうした、タイプなんかマジか、それは大変でしたねクラウス、血吸われるぞお前。あなたもこちらの方々のお仲間ですか、お名前は。クラウスと申しますがまあ素敵なお名前ですこと。私は州軍司への報告をまとめなければ いけませんので、失礼、何かを感じてるな、クラウス。あはははかわいいこと。あー、善と有望な若者をたぶらかすなよ。さて、わらわは疲れた、眠いぞよ。私も休ませてもらう。それじゃあ休みだよ。寝ないよ、見るよ私は。お、シエラがいる。あ、一緒の部屋なんだすごいな、これ。なんじゃれよ、何用じゃ。シエラさんはなんでネクロード聞いちゃう。そうじゃの、人間の里から遠く離れたところにわらわたちの住む地がある。へえ、月の紋章に呪われた種族、お前らの言う吸血鬼じゃ。こんな綺麗な吸血鬼いるんだね。しかしわらわたちとで常に人の血を欲しているわけではない。魔力を求めなければ、月の紋章が集める夜の精気だけで十分なのだ。へえ、そうなんだ。しかし禁を犯した者がいる。それがネクロードじゃ。奴は里に伝わる月の紋章を自らの欲望のために盗み出した。里に残った者には二つの方法しかなかった。人を襲い血をすするか、静かに死を待つかだ。何人かは自ら吸血鬼となることを選んだが、多くの者はそのまま死んでいった。あーってことは、なんだろう、そんなに悪い人じゃないんだね。吸血鬼っていう呼ばれてるけど。悲しかったぞえ、我が子たちがみんな死していくのを見るのは。そして呪われた我が身を恨んだ。始祖であり死ぬことのできぬ我が身を。はあ、月の紋章は取り返さねばならぬ。これ以上奴めをのさばらすわけにはいかぬから、失われた魂は戻らぬが。さあ気が済んだであろう、帰って眠るがよい。ありがとう、聞かせてくれて。いい加減にせい、わらわの眠りを妨げ。怖い怖い怖い、またなんか雷バーンやられるからな。ななみ寝てる、ちゃんと。レオゾーイ、それ食べちゃダメ何の夢だよ、なんだろなんだろ。カンさん、またよろしくお願いします。どうしました、レオ殿、夜も十分更けましたよ。
母さんもなぜね、クロード。そうですね、父、そして祖父の仇ですかね。いや、多分それだけではありません。もうすでにネクロードを倒すことは私の存在する意味にもなりかけています。私の半生はネクロードを追うことに費やされました。人は誰でも自分の人生に価値を見出そうと苦しんでいます。そしていつかはその答えを出す時がやってくる。ネクロードを倒した時が私にとってその時なのでしょう。そうか。そんなところでいいですか、レオ殿。ありがとう、聞かせてくれて。いつまでも夜更かしをするのは体によくありませんよ。はい。みんな他の人は、レオナさんはいるけど、他の人いないんか。これさ、これで来んだけど、カーンとかパーティーに入ってくるかもだよね。シエラとか。まあ、しょうがないけど。それで言ってもまあ、いいっちゃいいけど。寝よう。おはよう。さあ、今日も一日頑張ろう。ナナミはこっち。パーティーどんな感じで行こう。おはようございます。さて行きましょうか、レオさん。我がマリー家、300年の因縁を断ち切るために。300年か。シエラさん寝てる？寝てるな。怒られるかな、起こしたら。よし、もう整列してる。あの二人もいるじゃん。やばいことになったぜ。え、なになに？俺のリリーと私の妹分のローエンがネクロードのやつにとっ捕まってるのが分かったんでさ。リリーはわかるけど、ローエンなんて多分タイプじゃないんじゃないか。わかんない、見てないかわかんないけど。俺のところの使用人のマルロが、二人が連れられていくのを見たんだ。マルロのやつは逃げ遅れて、昨日隙を見て逃げ出してきたんだが、その途中で、とにかく急がないと、ネクロードのことだ。何をするかわからない。そうだよな。また結婚式あげましょうとか言い始めるからな。恩師らがもたもたしているからじゃ。自覚を持ってもらう。おー、何でもいいけど。おはようございます、シエラさん。あら、おはようございます、クラウスさん。あの、私喉が渇いています。何かいただけないかしら。いいですけど。おいおいおい、ミクトールさん、シエラ様、レオ殿、そろそろ決着をつける時です。ネクロードのいるティントに忍び込みましょう。そうじゃの、わらわも十分眠ったゆえ気分がいい。あれだけでいいのか。しかしどうする、どうせやつのことだ。ティントの周りはゾンビだらけだぜ。それならばこの村の東に洞窟がある。以前に行動の一つが落盤を起こして、今でもその洞窟の奥と行動がつながっているはずだ。あ、やっぱそこから行くんだ。行こうぜ、レオ。今度こそネクロードの野郎をぶっ潰してやる。ほい、ビクトル。これどういう感じで組もう。さあ行くぞよ、レオ。あの二人では、どこさー。あー、でもカーン入れてあげたいよな。いや、変えるか。変えよう。申し訳ない、この3人ちょっと入れたけど、せっかく入れたけど。シエラはどうなんだ。これでいい。シエラも入れよう。メグ抜くか。はい、ごめん。はい、じゃあね。どんな感じ。あ、 S レンジ、カン M、ビクトール、カーン、
私前の方がいいのかな。こうするか。あ、クロス。あれ、水？クロスを。なんだろうな。なんかちょっとついてないキャラなんかな。はあ。はい、というわけでじゃあ今日ここまでにして次回その行動とやらに行ってみましょう。はい。ちょメンバーね今あれなんだっけテンガード入れてるけど変えようかな。せっかくちょっと3人あれだから変えようかなと思います。はい、では今日はここまでにします。ご視聴ありがとうございました。